はい、おはようございます。デコのクレソンです。今日はですね、オリンピック直前ということでですね、国立競技場がどうなっているのかというのが気になってやってまいりました。もうね、厳重ですね。バリケードが張られていまして、中には入れませんね。ただここからはね、国立競技場が見えますね。関係者の方が結構ピリピリして、周りにいまして、とてもじゃないけど中には入れることができないですね。はい、はい、今日はね、国立競技場横にあるですね、ジャパンスポーツオリンピックスクエアというところにやってまいりました。まあ、こちらにね、ちょっといろいろな展示物があるみたいなので、今日はちょっと行ってみたいなと思います。それでは行ってきます。はい、こちらがですね、オリンピックミュージアムといって、朝早くなんで中に入れないんですけども、まあ、オリンピックにまつわる展示がしてあるようです。中に入りたいんですけど、朝早くなんでちょっと入れません。また行きたいと思います。はい、こちらがですね、オリンピックのエンブレムですね。大きなマークがあります。後ろには国立競技場がそびえ立っております。ここがですね、このオリンピックミュージアムの目の前ですね、に五輪マークがあります。ここちょっと中入れるんでね、オリンピック気分ちょっと楽しめるんじゃないでしょうか。記念写真はここはいいかなと思います。はい、私もですね、五輪マークの前にちょっと来ました。ちょっとね、一人で、写真が撮れないので、このように一人で撮っています。触れますね。結構硬く、鉄ですね。鉄でできております。いいですね。そしてこのオリンピックミュージアムの前にはですね、なんとこの聖火台が飾られております。でかいな。こちらが、1960年の東京オリンピックの聖火台、黒ですね。花瓶のようなですね。そしてこちらはですね、割とシュールなデザイン。これが1972年札幌の聖火台。すごい綺麗に残ってるんだね。あ、新作3分の2なんで、これレプリカですかね。レプリカのようですね。そしてこちらカラフル。おう、これなんかね、見たことあるな。これは見たことありますね。これがですね、1998年長野のね、冬季オリンピックの聖火台。これも2分の1なんで、これのね、多分倍の大きさだったんですね、本物は。すごいですね。こういう風に3つのね、オリンピックのレプリカが飾ってあるという、この東京オリンピックミュージアム前ですね。まあでもここだけ来てもちょっと楽しめるんじゃないかなと思いますね。こちらね、像も飾ってありまして、昨日治五郎先生ですね。これが日本オリンピックの先駆者ですね、の方です。まあ、大河ドラマでもねやっておりました。この方が日本のオリンピックを切り開いたということですね。なので、この東京オリンピックがあるのも木野さんのおかげだということでございます。こちらがですね、ピエール・ド・クーベルタンといって、オリンピックの創始者ですね。オリンピックを作った人の像が木野先生の横ですね、に飾られております。こちらがオリンピックのエンブレムのちょうど前ぐらいですね。めちゃくちゃ男前だな。はい、こちらですね、日本人初の金メダリスト織田幹雄さんの陸上競技三段跳びですね、の 15.21m の距離をここに刻んであります。まずですね、ホップで1本目ですよね。めちゃくちゃ長い。うおー、
僕だいたい今 7,8 歩ですね。ステップ1,2,3,4,5,6,7歩、そしてジャンプ1,2,3,4,6,7,8,9歩で 15.21m。 すごい距離、3歩でこれすごくないですか。はい、こちらね、国立競技場でございます。でかいですね。なんか世界中の、ね、旗が中に飾られているんだな。すごいね、もう準備は、ね、万端という感じでもないでしょうけども、まあ、関係者の方がね、結構本当にバタバタ一生懸命働いているのが印象的でございますね。もうね、本当に日にちがあと少ししかないので、もう大忙しかなと思いますので、まあ、体に気をつけて頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、今日はオリンピック目前ということで開会式の行われる国立競技場に来てみました。はい、まあね、なんだかんだ、まあ、オリンピックやっぱ開催される無観客ということなんですけども、まあね、選手たちはね、このオリンピックのために5年間時間を費やして人生をかけて、やってきたという、まあ、事実がやっぱありますので、まあ、僕は、元スポーツやってた身としてはやはり、その気持ちを少しでもね分かりますので、ぜひ選手の方々にはオリンピック力を遺憾なく発揮していただいて、全世界にですね感動を与えてくれたら嬉しいなと思っております。はい、それではですね、国立競技場前から今日はお送りしました。もしこのチャンネルがよろしければチャンネル登録、高評価ですね、よろしくお願いいたします。ではオリンピック頑張ってください。